い、おじさんズガチ後半戦でございます、はい、どうも。さあ、というわけで前半戦見ていただいた方が多いんじゃないかなと思うんですけども、とりあえず私は投手が3本で、2代目の窓か新兵打ってて、まあ、今んとこ挙動がいいという感じになってます、はい、私が投手22本で、はい、出玉がもうちょろちょろっとしかないですね。なるほどですね、はい、はい、まあ、天井からの、ART を消化して終わったぐらいのところなんですけど、はい、さあ後半どうしていくかですね。申し訳ないかな、うん、やっぱり私地元でもね、あの朝一の状況だと、はいはい、あそこまでは多分追うと思うんですよね。あ、はいはいはい、それに巻き込んでしまったのはちょっと申し訳ないんだけど、あの窓通を打つ以上はむしろあんなのはもうデフォじゃないですか。で、まあその今、まあ、あの前半ね、確かちょっと球出たんで、はい、まあ、22本で助かってんのかなっていうような気もしなくはないんでね。ただ問題なのは、まあ、僕らはまあもうちょっと続行でいいと思うんですけど、はい、やることありますかね。そこなんですよね、まあ、だから今、うん、もし正解の形があるとして、はい、角角に、はい、角角に、あの元々持ってた情報通りの内容じゃないですか、はい、で朝一の情報を加味して内角の窓2は一応まだ朝一状態に近いんだけど、そうそうそう、でもただそれを追うかどうかって言われると、そうですね、迷いどころですよね。難しいですよね。残り時間っていうのもありますから、後半もそんなにいっぱいない。その中でも窓通をもう一台掘るのか、まあ、もしくはその打ち始める前に IMK がなんか通常営業から使ってそうだって話あったじゃないですか、はいはい、まあ、リスク低いんだったら、まあ6号機 IM になっちゃいますけど試してみるとか、まあ多分この後ちょっとね、あの後半戦のオープニング撮ってて言うのもなんなんですけど、今から食事休憩行かしてもらうんです。なのでここから先1時間でね、はい、何か変わるかもしれませんから。そうですね、育ってるかもしれないですね、うん、でまあ僕は速攻なんで、多分戻ってきた時にイカリさんに店内見てもらって、はい、なんかやれそうなのがあるかどうか、そうですね、まあちょっと模索する形にからスタートかなと、はい、なのでまあ後半戦はわさびさんは追う形、はい、まだ追いますね。私は他の可能性を探す形で、はい、はい、分かりました。ちょっと手分けして、はい、頑張っていきたいと思います。前回って勝ったんでしたっけ。前回ちょい負けぐらいです。ちょい負けぐらい、はい、いや今回プラスにしたいなということで、はい、なんとか後半、積もって結果出せるように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。なんかね、昼から戻って今ジャグラのデータをしまう見たらね、いやこれ別に今日だけじゃなくて工場的に設定使ってる店なんじゃないかな。もしかしてこれとかめっちゃいいよ。1800で合成89ですよ。データサイトから合算値は見られないので手計算でやるわけですよ。レギュラーが何回だ、7回。5号機のアイムもやってみましょう。2436ゲーム回っていて、ビッグが5、6回、まあ、ビッグはいいとして手差が小さいのでね。レギュラーが14回、2436分の14ですよ。5号機アイムの馬券合算、島合算確率が174分の1、設定6の 1.5 倍ぐらいあるよ。アイムの平均合算が 4.5 ぐらい、5号機アイムの平均合算が、アイム EXTP の平均レギュラー確率も4と5の間ぐらい。高校ジャグラーはビッグもレギュラーも6以上、マイジャグラーは合算で平均3、4ぐらいかな。でスイミラーはちょっと弱しという結論が出ました。なのでジャグラーの島合算というか平均設定は高いと思われます。というわけでもう一回見てみましょうか。アイムは多分ね、今打てるとしたらこれなんだよ。化けは一応足りている、ちょうど設定5、6ぐらい。あとこの5号機アイムが開いても今すぐ打てるって感じですかね。よし、ここで乗り打ちなのでわさびさんに相談しよう。さあ、というわけで後半も引き続き私は窓か、新編ですね、打っていきたいと思いますけれども、今ちょっとジャグラーの様子とか見てきたんですけど、なんかだいぶジャグラーがいいですね。昨日38と37みたいなやつが背置きっぽいですし、5の9とかなってたで、あ、そうか、僕はあれですね、あのマギカチャレンジからスタートですね。何からスタートするのかすら忘れてましたけど、いきます。はい、いきます。
100枚はい、33ゲーム183枚でございます。まあそうやね。さあ、まあまあまあいいでしょう。推測を進めていきましょう。そういえば結局まどかも一回もアニメを見たことがほぼない感じで終わりましたけど、バリさんってアニメ見んのかな。絶対みんなそうっすよね。絶対みんなそう。日暮らしも新まどかもよく打ってるけど何も見たことないんじゃないかな。お茶にしましょう。ドラえもんも見たことないかもしれないですよ。足りそう。これ当たったら定額だよ多分。びっくりしたもん。中断チェキでも引いたのかぐらいの雰囲気。ああやっぱ当たった。これはもう全然サンプルでいいでしょうね。もう今日チェキ数えるとこなくなったから1分の1飛ぼうと。80ゲームこれあるよ。6まであるんじゃないの。この台初の気持ちが一発でぶっ刺さりましたね。でチャンスモードだ。これ大丈夫だよ。もう大丈夫だよこれ。これはね多分ね大丈夫です。6じゃない、下手したら。こんな強いことあるってぐらい強いの。入れたいね。ダメか。あ、でもチーズかな。2回目か。え、6じゃねえのか。いや、どうしよう。悩むな。ちょっとガルさん見てこよう。それに座ると思ってましたよ。今ちょうど相談しに行こうかなと。いや、まだこれ打とうと思ってないんですよ。ああ確定じゃないんですよ。そのなるほど。相談するネタを今作ってて。あ、今来てくれたなら早いや。私の 右2つ隣の5号機アイムと後ろの強弱の空き待ちをすべきなのか、それともこれ打つなのか。あ、はいはい、もしくはこれ打ちながらその空き待ちをするのか、どれがいいと思います。これ打ちながら空き待ちしててもいいですかね。うん、どう思います。いいです。いや僕も相談に来たんですけど、はいはい、今定格の強チェで一発で刺さったんですよ。おでチャンスモードだったんです、はい、しかもね、はいはい、でそこも完璧じゃないですか。もう6だって言ってたら、はいはい、チーズだったんですよ2回目の、どうすると思って。答えは知りたいですね。でもですよね、はい、いや5かもしれないし、はい、わかりました。やります。私これでもいいです。はい、はい、というわけで、695ゲームでビッグ2回のレギュラー3回、恒常的にジャグラーに設定が使われているホールとの、状況把握と、あと今日の平均設定もそれなりに高そうだとによってこの台に座ったんですが、まあ、加えて私の右2つ隣に5号機アイムがありまして、今動いてるんだけど1950ゲームでビッグ5回392分の1、まあ、ビッグ角は設定差がそんなにないので省くとして、レギュラーがですね12回で163分の1なんですよ。なので空いたら座りたいっていうのもあるし、あと加えて私のすぐ真後ろに5号ジャグラー5台があって、こちらもね1970ゲームで化けが11回179分の1、こちらも圧倒的なんですよね。この2台の空き待ちをしつつ、まあ、この台もそれなりにいいので、この台を打つべき理由を3つぐらい用意できたので、攻めながら空き待ちしていこうかなと思います。というわけでいきます。あ、そうそう、新しいアイムアイムジャグラー EXTP といえばですね、あれからまた私判明していない解析が出ていないこの台の武道確率の真実に近づく方法を見つけまして、
正しいアイムの武道確率は設定1から5で、6.02 で6だけ5.08だということが、分かりました。まあどこまで正解かどうかは分かんないんだけども、私なりに正解だと思えるたどり着いた数字なので、まあそれなりに信用してもらってもいいんじゃないかなと思います。ついに300分の1を切ってしまった。これ以上は怖いな。空き待ちの台も開かないですしね。もう一周してみましょう店内を。9名でもどっちか分かんないくらい。43ゲームチャンスを。完勝シャドウフィールド。キューベじゃないけど。お。よー、最後の1ゲームで53ゲームチャンスオンからですね。そうそう、こういうつなげ方よ、こう設定は。普通でしたね。全然いいんじゃないですか。こんなに天然な方がいるんですもの。しー、人気ベートに気づかれてしまうのです。困ったこともあるチーズ2回インキュベーター2回の、円環のこと割りが1回。あ、これもね、なんか稼働人間のあるあるだったりしますけど、じゃあ、まあ、じゃあ例えば花火だとしましょう。花火で、まあ、ちょっとこれやめた方がいいな、数式に良くない、さすがにこれやめでいい。ただこの台が1なのか2なのか偶数か奇数かよくわからんなっていう時に、まあ、次回その店に来た時にこの勝負を有利に進めるために、今日例えば低設定っぽいけど出玉がある、こういう時に今打ってる台が奇数なのか偶数なのか断定しに行くために、まあ、先行投資するというか、そういうねパチスロの時もあるんですよね。そういうのはもう無駄な投資ではないのでね。ちょっとまた相談です。5号機アイムが6台中4台動いてて、4台とも化け6以上なんですよ。打ってみてもいいですか。あ、全然いいですよ。すげえ。サビさんの許可ももらえたので、ここからまた再び回っていきます。こちらは、5号機アイムなのでビッグの獲得枚数がちょっと多いですね。引けない、本当に引けない。頼む、私の3万を返してくれ。189ゲーム、私が回したのが93ゲーム、投資が3000円、総投資3万1000円で、単独の、頼む、ビッグであってくれ、単独のハード。いつもはね、景気づけにベルとかピエロとか揃えるような遊びとかもやるんだけど、今日はそんな時間とか余裕とかないわ。もう3万1000円ですからね。どんだけわさびさんに迷惑かければ気が済むんだって。私の台は今237ゲームでレギュラー2回、中リール4コマ滑りのチェリー重複で、チェリー重複でビッグ。で、325枚ゲットと。ここから1ゲーム連で5連ぐらい。
5ゲーム、サキペカの中リル上中段に7狙って中段に止まったらチェリー抜いて1枚取ってチェリー重複5ゲーム、チェリー重複の化け。当たったら何で当たったか分かんなくなりそう。チャンス目強いですけど、ゲームセット被ってますからね。453から一応なんか強中から行ってるっぽく見えますけど、当たりますね。これも低下強中だったらいいんですけどね。到着だと29ゲーム、29ゲームか、30じゃないのか。落ちちゃうな、ゲーム数かもね。まあまあ、あ、これですよね、問題は。これが何なんだっていう。青紫の時どう、まあ前どっちにしても続けるからいいけど、とりあえず回そう、時間の限りは。ああ、今思い出した、私ね、昨日の夜肩こりひどくて眠れなかったんですよ。45ゲームチェリー重複のビッグ、それで肩こりがひどくて寝れなくて昨日の夜。でもね、それがね、ついちょっと前まで忘れてたわ、肩が痛いの。乗り打ちなのにわさびさんに迷惑かけてる、あの罪悪感でね、多分痛みを忘れてたのかもしれない。それが今ね、たどり着けたかもしれない、積もれたかもしれないっていう安心感がそうさせたのかね、肩こりの痛みを今思い出してね、痛いわ。ラキペカ143ゲーム単独ですね、単独の化け。ジャグラーってライトユーザーの憩いの場みたいな印象あるじゃないですか。わかりやすい、ペカレバボーナス。でもジャグラーで勝っていくのってね、めちゃめちゃ難易度高いんですよね。やっぱり設定が見えないから。でも高設定を打たないと。21ゲーム単独の担当チェリー抜き、チェリーブドウ抜き。21ゲーム単独のビッグ、ドル箱に手が
届きました。18ゲーム単独のレギュラー。そういえば今日ここのお店に着く時間が私だいぶ早くて、時間に余裕を見て宿を出たらですね、開店の 4,50 分前に着いちゃったんですよ。ホール脇の雨宿りできる場所に入ったら、もうすでにわさびさんがそこにいて、ちょっとわさびさんとここのホールに対する雑談をしてたんですけども、2人してね意見が一致したところがあって、地元で通ってるお店でこういうお店選んでますよねっていう話を2人でしてて、どこまで競争率が高くないのに、まあ、調べる限り明らかに高設定を使ってるんですよ普段から。実際今日も正解にはお互いたどり着けてると思われるし、でもね、そこまで人がいないわけですよ。82ゲーム、チェリーチョークのビッグ。ちょっと待って、これやめらんないな。レンチャンゾーンとか言ってやめらんないわ。ずっとレンチャンするわ、これ。だって今、577ゲームでビッグ4、レギュラー6回、ボーナス確率57分の1ですよ。恐ろしいわ。よし、じゃあこのクレジット飲まれたら終わりますか。私が回したゲーム数は596ゲームで、ブドウが70回、ブドウは弱いな圧倒的に。でビッグが4回、私が引いたのはね、レギュラーも4回、ブドウは弱いけどもボーナスは圧倒的に6以上というわけで、出玉流して終わりましょう。この時点で、100ゲームには渡ってないサンプルが、5の0になり、スイカからが21の7、3回2回、ラストチャンスかな。押して いいよ。88ゲーム押してもらいました。最後入れて終わりてえな。合成でしたね、だね。さあ今度どこかな。はい、というわけで、終了いたしました。お疲れ様です。最後ちょっと23ゲームでやめてるじゃないですか。いや、もう叩かれますよ。ジャグラウチが23ゲームでやめるとは何事だ。レンチャンゾーン中に。そう、いやすみません、すみません、申し訳ないです。レンチャンゾーン打ちますって言ってたのに最後23ゲームでやめてるってね、本当に気にしないですよね。そうですね、そうですね、うん、まあまあ僕もそうかもしれないですけど、まあまあそうですよね、うん、1ゲームは回します。でも1ゲームは回すの。はい、どうしてもね、ジャンバリはね、特殊な感情の思い入れがあるので、うん、55ゲームとかいいんですか。55ゲームはそれ、あれ5号機だったんで。ああ、そうかそうか、5号機だ5号機だ。はい、というわけで、まあ結果、発表の方したいかなと思います。はい、まあ枚数で先行っちゃいますね。はい、私が投資が3本です。で獲得が276枚、地味ですね、138枚、倍になったんだ。投資が、開始が倍って感じですね。素晴らしい。プラス138枚。私がですね、はい、投資がですね、はい、3万1000円。あ、結構、あの後も結構いったんですね。ごめんなさい。9本はいったんだ。ごめんなさい。なるほど。で、まあ、1400枚ぐらいですね、はい、投資が。で、出玉がですね、あれから見事に盛り返しまして、はい、
1218枚素晴らしい、はい、マイナス200枚ぐらいですね。なるほど、正確にはマイナス200飛んで8枚208枚、はい、ってことは70枚マイナスございます、はい、すいません2人で申し訳ない、はい、まあいろいろギャップもろもろありますけれども、はい、まあ、70枚またチャラちょい負けぐらいでしたね。そうですね、ただまあどうでした、内容的に、はい、最後も発表しようかなと思うんですけど、私がスイカを21回引いてなんとチャンスを7回、すんごいな、すごいんですよ、さしくそれ見たことないな。そうで100ゲーム以内のゲーム世界上のレンちゃんが、うん、5回サンプル取れて0です。おチャンスモード非効率、はい、サンプル8件なんと3回、おお6以上だ。いやもうねぶっちぎりなんですよね。でチーズが2連続出た時に不安を感じましたけど、うんうん、まあ、チーズ6だとね5分の1しか出ないん で、ね、感じましたけど、うん、一応その2回が奇数しさ で普通の偶数しさが3回で、偶数強が1回、そして高設定しさが1回、うん、これは直撃ない、うん、弱点からのエピボとかもない、なんかいろいろまあそういう強い系がない中でもかなり手応えのある、うんですね、なかなかこんなにならないんですよね、ならない、はい、ならないので、まあ、ほぼほぼ間違いないなっていうような気だけはしました。だからその4なのか5なのか6なのかは、うん、ちょっと断定するには至らなかったですけど、まあ、おそらく4、6、うん、まあ、7なら6も全然あるなっていうような手応えで終われたので、ガルさんの方は私も、はい、まあ、最終的にはおそらく全部のジャグラーの平均合算出したんですよね、はい、はいはいはい、やってましたね、はい、うん、そうすると、まあ、一番島合算良かったのが、うん、ゴージャグと5号機アイムだったんですよ、はい、そんな中ふと気づくと5号機アイム動いてる台全部化け6以上で引いてたから、はいはいはい、あ、これ行かなきゃって、うん、で座ったら私の台ももうとんでもないことになっちゃって、うん、そうですよね、4の6でしたよね、あれ00から打ったんですか、はい、いや違いますね、あれはね100ゲームで0の1かな、あ、じゃあまあほぼほぼ引いたんですね、4の5ぐらい引いたんですね、はい、そうです、あ、じゃあもう素直に反応してくれたというか、はい、なのであ、まあ、お互いきっと今日の正解の形にはたどり着いてる可能性があるのかなと、そうかもしれないですね、うん、なんか手応えはありましたよね、そうですね、うん、非常にまとまった回になったかなと思いますけど、まあね、時間がねここまでの時間っていうのがねちょっと本当にもったいない感じ、ね、なんだったら多分このまま打ち続けたらおそらく お互いまあ、ね、少なからずプラスにはなったんじゃないかなと思いますっていうのがね、はいはい、まあほら普段我々まあまあ長い番組をやるじゃないですか、そうですね、長く打つ番組をね、はいはい、まあそれとねちょっと形が違うのがね、残念ですけど、まあでも、まあ、お互いねそんなに若くもないですし、なので、まあ、体力的なことを考えても、まあ、こういう機会があってもいいのかな、なるほど、はい、なんだよ楽したいんでしょたまにはね、いつもしんどいからね、そうですね、うん、もうね、お互いもうほぼ同期ほぼ同い年でやってますので、まあ、なんでそれそういう毎回そうやって持ってくんすか、視野誤入って知ってます本当にまだ俺まだ今年1年だけ威張らせてくださいよまだ40だよってすいません、やって1年なんで、いや本当にもう僕 もうまあまあやばいんすよ、いろいろ足引っ張ってこっちに来い、こっちに、いやいやいや、ねえ我々もいつまでこれ続けてられるか分かんないですけども、はい、おじさんズガチ、おじさんが2人で頑張る番組ですからね、はい、はい、というわけでまた次回違うホールになるかもしれませんけれども、また楽しみにしていただければと思います。それでは本日はお疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓とナルセの土とすっぽんぽん、第1第2金曜配信、サイキサグンカップ最新大会、ガーンとミスターを追ってますよ、終わったよね、第3金曜配信、ガリゾート遊びの川崎未公開シーン、なんか言っちゃった、言っちゃったよ、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください、サイトセブン TV。